皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は誰でもアドリブということで、アドリブをやったことがないとか、アドリブに慣れてないとか、なんかスケールとかいろいろ知っているけども、よくやり方がわからないという方に向けて、なんかこういうところを押さえておけば、それっぽく聞こえるよみたいな、なんかそういうコツみたいなのをいくつかお話をさせていただこうかなと思います。まあ、以前もなんかこんなような内容の動画をアップしたので、そちらをご覧いただいた方は、ちょっとこう内容はかぶってしまうかもしれないんですけれども、まあ、気軽に楽しんでいただければなという感じでしょうか。で、今回もその皆さんにお配りする用のオケがありますので、パソコンからご覧いただいている方はこちらの URL に飛んでいただくか、それとも概要欄のリンクからポチッとそのサイトに行っていただいて、音源をお手元に用意していただけると良いかなと思います。で、とりあえず、こんな感じのテンポが速いトラックを使って一緒に練習していきましょう。ペンタトニックスケールを使って練習していきます。まだスケールも知らないという方は、こちらの図をちょっとメモしておいてくださいませ。5フレットから8フレットまでのこのスケール。おなじみのペンタトニックスケールでございます。こちらを使って合わせていきます。で、とりあえずコツ1としては、リズムです。スケールに慣れていない方は、もう特にそうだと思うんですけれども、なんかいろんな音を使ったりしようとしがちといいますか、なんかいろんな音を使わなきゃいけないんじゃないかなということで、なんか上ったり下がったり、上ったり下がったりとかしてしまうんですよ。で、それをちょっと極端に悪くやると。みたいな感じでやると、普通に、ね、そのフレーズをこう上ったり降りたりしているだけでリズムも合ってないし、なんかザ練習って感じになっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、とりあえずリズムに乗せるということです。音数めっちゃ少なくていいんですよ。音数めっちゃ少なくていいです。例えば、この4弦の5フレット、7フレット、3弦の5フレット、7フレットだけを使ってリズムに乗る練習をしてみるとか、そんな練習もすごく良いかと思います。ちょっとやってみましょうか。4弦のここと3弦のここだけを使ってフレートを作っていくと。例えば、こんな感じでやると、なんかここだけでもなんかすごいそれっぽくというか、なんかできているっぽく聞こえませんか？速くする必要は全くないです。すごくゆっくりでもいいです。とにかくリズムから外れない。このワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツーから外れずに。テンポが速くて大変なんですけれども、しっかりとゆっくりでもいいので、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー。なんていう感じで、リズムに乗るという練習をちょっくらしてみてくださいませ。で、その次に、やってみたいのが、そのハンマリングとかプリングとかチョーキングとか、なんかそういった要素を盛り込むということです。全部の音を使うんじゃなくて、ちょっとこうテクニック、ギターらしいテクニックを盛り込むんですよ。スライドとかチョーキングとか。ハンマリングは、まあ、こういうやつですね。弾いて、叩く。弾いて、叩く。で、プリングは逆に弾いて、弾く。こんな感じです。で、スライドはずらす。こんな感じ。で、グリッサンドとかもいいですし、例えば、普通にこの5フレットをバン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 って弾くんじゃなくて、上から5フレットに行ってみたり、下から行ってみたりするだけでも結構またグッと変わってくるかなという感じです。で、最後、チョーキング。チョーキングできるポジションが決まっているので、こことこことここですね。この音を使うときはたまにチョーキングをしたりとかしてみると良いかなと思います。ちょっとやってみますと。ハンマリングを使って。
で、プリンゴさて。で、スライドとか。まあ、ノリで弾いていくわけでございます。こんなに入れられると、なんかもっとぐっとフレーズらしくなってきますよね。で、3つ目としては、まあ、いろんな音を使うということ。いよいよここでその他の音を使い始めるわけです。けども、その無理はしないことが、とりあえずもう、なんかこう、最優先といいますか、大事といいますか。例えば、今ここの4つの音を使っているじゃないですか。で、その後に、じゃあちょっと他の音を使おうとなったときに、全部使おうとすると大変なんですよ。とりあえずここの4つの音を覚えたならば、ここをホームにして、じゃあ、あと2つぐらい追加してみようかなとか、なんかこのぐらいのちょっとずつの覚えっぷりがすごく良いかなと思います。いきなり全部やろうとすると大変なので、ちょっとずつ、もう2つずつとか3つずつとか、そのぐらいの勢いで増やしていく感じです。で、それでまたこのオケとか合わせて。みたいな感じでやっていくと。で、ここもうまくその自分の陣地になってきたな、自分のテリトリーになってきたなと、自分の中で地図が作れてきたなと思ったら、じゃあここも使ってみようと。みたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ増やしていて、自分のフォームを大事にしていくという感じでございます。で、最終的に、まあ、ここまでバババババッと、うまく埋められたならば、うまく自分の中で地図が作れたならば、この先にあるペンタトニックのテリトリーにちょっとお邪魔するわけでございます。ちょっとこの辺消しちゃいますね。例えば、ここをちょっと試してみようとか。で、ここら辺も自分のテリトリーになってきたら、じゃあここも増やしてみようとか。で、じゃあここも増やしてみよう、ここも増やしてみよう、ここも増やしてみようっていう感じで、こうちょっとずつちょっとずつ広げていくようなイメージです。で、こんな感じで自分のテリトリーみたいなのをこのバーッと広げていくと、最終的には、まあ、12フレット分覚えることになるんですが、どこに行っても普通にペンタトニックは弾けるという状態になります。そんな感じ。で、1、2、3、広げるとある中で、4つ目の練習方法としては、歌いながら弾くというのもすごく良い練習です。自分がギターで弾いている音を口でも歌いながら弾くという感じの練習です。なんとなくこの適当にこのバーバーバーと音を羅列するんじゃなくて、なんかこんな感じの音を出そうというイメージを持ちながら弾くということです。例えば、ここからスタートしますよね。ペラ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 
んな感じでその歌いながらとかリズム合わせながら、いろんなテクニックを入れながら、で、陣地を広げながら、フレーズを歌いながらとかやったりとかすると、まあ、だん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 と、その、あ、こんな感じで弾けばそれっぽく聞こえるな、こんな感じであればかっこよく聞こえるなというのがなんかつかめるかと思いますので、ちょっとチャレンジをしてみてくださいませ。で、さっきも言いましたけれども、その概要欄とかにこの音源のリンクが貼ってありますので、サウンドクラウドのほうに行って、もうひたすらもう10分、20分とバーッと音源を鳴らしながら、この陣地をなぞっていけば、どん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 と自分のテリトリーといいますか、そのアドリブのコツみたいなのが見えてくると思います。ではでは、ゆっくりな方のトラックも行ってみましょう。こちら。急におしゃれになるんですけども。こんな。リズム、テクニック広げる、歌う、もうこれも全部共通です。ただ、こっちの方はすごいこのゆっくりなんで、なんかこの早く弾いてごまかすということがあんまりできないです。なんかこう、こんなおしゃれな動きに合わせて、こう。みたいなことやってたら、なんかすごい空気読めない人みたいな感じじゃないですか。いや、そうじゃなくて、もうちょっとこの音を大事にして。リズムのスタイルとかしてみたんですけども、どうでしょうか。まあ、ちょっとうまく弾けなかったですけれども、ちょっとペンタトニック以外の音も使ってしまいましたけれども、ペンタトニックだけでこう攻めてみても全然普通にまとまるはずです。この音だけ。さっきみたいに3弦と4弦だけで限定して。バッキングっぽくなってしまいましたけれども、まあ、こんな感じでアドリブすることもできるよということでございます。こちらのゆっくりなトラックの方も、ぜひ参考にしていただけるといいなという感じです。で、まあ、市販の教則本とか買ったりとか、あと普通にこう YouTube の動画でも、ね、そのスケールとかって検索すれば、まあ、こんなペンタトニックのスケール表なんかもいくらでも出てくるので、まあ、興味があれば、ご自身でガーッとスケール表を書いてみたりとか、調べたりとかしてみていただけると良いかなという感じです。とりあえず、まあ、今回の動画でご紹介したいことは以上。リズムに乗せる。たくさんの音を使わなくてもいいから、リズムに乗せる。で、ギターらしいテクニックを入れてみる。で、少ない陣地から始めて、どん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 と広げていく。で、4つ目としては、歌う。ということです。ぜひ参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。せっかくなので、iPad のガレージバンドを使ってトラックを作る方法をご紹介してみようかなと思います。とりあえず、新規ソングを作成して、ドラムを選択で、まずテンポ設定ですね。タップして、まあ、こんなものかなというテンポを設定しましょう。で、フェーダーをチョイスして、ベロシティ感度をオフに設定します。で、次は小節ですね。小節を今回は4小節で終わりにしたいので、4小節に設定をします。で、これで準備は完了。録音ボタンを押して入力をしていきましょう。こんな感じですね。で、その次また音源ボタンを長押しして、ベースを入力していきます。で、また同じように録音ボタンを押して入力をします。こんな感じです。で、フェーダーボタンをタップして、クオンタイズを8分に設定しておくと、ちょっとしたリズムも修正してくれるので、バッチリと
という感じです。で、音源ボタンをもう一回長押しして、キーボードを呼び出します。で、まあ、音色は何でもいいんですけども、なんか、パッド系にしましょうか。パッド系。この辺とか。で、なんかこのつまみとかをいろいろいじって、いい感じの音色を作ります。こんなもんですかね。で、また録音ボタンを入力をしていきます。こんな感じでしょうか。で、もう一個ぐらい重ねてみましょう。音源ボタンを長押しして、キーボードをチョイス。そして、今度はエレピでいってみましょう。エレクトリックピアノ。で、また適当に音色をいい感じに設定して。いい感じに設定し終わったら、入力をしていきます。ちょっともう一回。まあこんなもんでしょう。鍵盤が小さくて、その押し間違いがよく発生するので、その押し間違えたところをちょっと修正します。で、あとはベロシティを、ベロシティじゃないや、クオンタイズを8分音符に設定すれば、とりあえずトラックは完成。あとはこの画面にして、ちょっとそれぞれのボリュームを調整して、調整すれば簡単。完成って感じでしょうか。あともう一つゆっくりトラックの方に行きたいなと思います。とりあえず忘れないようにタイトルをつけて。で、その次またトラックを作成してドラムで行きます。で、また4小節で行きたいので、4小節に設定して、で、テンポを設定します。このくらいかな。で、今度はそのクオンタイズを3連の16分にしたいので、3連の16分設定して、で、またベロシティは切っておきます。で、これで準備は完了。入力をしましょう。あ、むずい。こんな感じですね。で、その次はベースに行きます。さっきと同じようにベースを呼び出して入力をしていきます。こんな感じです。で、ベースも忘れずにクオンタイズを設定するようにしましょう。また3連符の16音符を設定します。で、その次はまたピアノですね。ちょっとおしゃれなトラックなので、エレピにしましょうか。エレクトリックピアノ。で、すごい狭くてやりづらいんですけども、頑張って入力をしていきます。ピアノが微妙にブレるので、修正します。できた。では、トラックができたので、アドリブの動画を作成しようかなと思います。どんな動画になるのかちょっと僕もわからないんですけれども。そんな感じでトラックを作っておりましたということです。名前をつけて、
OK。そんな感じで作ってました。